やばいことがもうボン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 出てくるんですよ。自己採点ずれちゃうと何が問題ですか？自己採点ずれちゃうと、記述問題の採点ってどういうふうに行われるかっていうと、Hello there! 始まりました、森江チャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストとしてですね、早稲田合格塾の平先生に。はい、お願いします。森鉄の悪友ランキングナンバー2、早稲田合格塾代表の平です。よろしくお願いいたします。はい、ナンバーワンはドラゴン細井先生です、ね。なるほどね。はい、細井先生。で、ですね、今回ね、まあ今話題となる国語の先生なので、はい、やっぱ共通テストでね、国語の記述に関してやっぱ取り上げてくれっていうのがですね、うん、なんと YouTube でも来たし Twitter でも来たんで、じゃあ国語の先生呼ばないわけにはいかないなと思って、ね、国語の相談が森田先生のとこ来るんですか？そう来たんで、あとはだからこの記述をなんとか止めてほしい、一体どんだけ、やばい状態なのかっていうのをみんなに分かるようにちょっと説明してほしいっていう、ね、はいはいはい、なんでちょっと聞いていきたいんですけど、はい、ところで横に地下アイドルの子を呼んでみました。そうなんですね。はい、そうなんですよ。自己紹介お願いします。はい、脳内ハイジャック系アイドルの平成ひらなりっていうグループの赤色担当春巻こと水木遥香です。はい、よろしくお願いします。ひらなりですって、なんかいいっすね。あ、なるほど。僕たちもほら、ひらと森田じゃないですか、はい、せーの、ひらもりですみたいな。絶対勝ったな。まあ、英語に関しては、いわゆる延期が決まったわけなんですけども、民間試験、うん、民間試験は延期が決まったわけなんですけども、国語のね、記述と数学の記述をね、うん、どうするんだっていうのはよく言われるわけですけど、まあ、今のね、センター試験は、この記述がない、単なる好きなもの、はい、それが国語とか数学で記述が入った時に、採点するとか、はい、いろんな問題があるよってことなんですけど、うん、国語の記述の問題、うん、ベスト3っていうのもなんか変なんですよ。良くないところ、ワースト3というか、うん、そのよろしくない、手を3つ紹介してもらおうと思いますので。彼女になんで、え、あ、はいはい、国語教師呼んだのにとか、いやいやいや、国語教師でもなかったら単なる怪しい人じゃん。そう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 、こんなスーツでご参加。危ないデカですね。危ないけどな、デカじゃねえ、デカじゃねえ、はい、はい、ということでじゃあ聞いていきたいと思います。具体的に一体何が問題なのかをちょっと言ってってもらおうかなと思うんですが、うん、まあね、まず本音から言うと、国語の記述いろいろ、まあ数学もですけど、いろいろ問題あるよっていうのはずっと言われてたんですよ、はい、でただまあじゃあいよいよ始まるぜってなった時に、まあ予備校講師含めそのいろんな大学教授だったりとか、あるいは野党の方々が調査するじゃないですか。したらもうね、やばいことがもうボン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 出てくるんですよ。でその全てがどれもある程度正しいんですよね。だからね、もう今ちょっと国語の記述に関してはどこから突っ込んでいいかわからない、もうカオス状態になってるんですよね。やっぱり巷で一番言われているのは、そのセンター試験50数万人分の答案を20日間で1万人のバイトで採点しなくてはいけないっていうこと、これがね、まあ、すごく言われてるんですよね。というのも2019年のデータですけど、国語の受験者が約52万人、そして数学 1A の受験者が約40万人で、まあ、となると、まあ国数であるわけですから、まあまあ単純計算すると92万枚の技術の答案が出来上がるわけですよね。僕はもう国語オブザデッドって呼んでるんですけれども、ちょっとやばいことになってるんですよね。なるほど。だいぶ喋りましたけど、多分今の尺で1分ぐらいに任せます。はい。でね、その何がやばいかっていうと、一般の方ではあるんでしょ、模範解答なんか言われてるものがあるんでしょって、だったらそれ見ながら採点すればええんちゃうのっていう方が結構多いんですよね。なんで関西人、はい、まあ関西人ですね、はい、でなんだけど、そのなぜ採点が国語の記述が難しくなるかって分かりますか？日本史とか世界史とか社会科の論述とかにも同じことが言えるんですけれども、記述問題の採点ってどういうふうに行われるかっていうと、まあ、例えば東大の赤本とか見てくれるとよく分かるんですけど、こう採点基準っていうものが、まあ、3つ4つぐらいあるんですよね。で採点基準っていう、まあ、こういうことが書いてあったら何点、こういうことが書いてあったら何点ですよみたいな。でその採点基準を見ながら、採点官っていうのは生徒の答案を見て合ってるかなっていうのをチェックしていくわけなんですけど、当然一言一句全部同じってことはありえないんですよ。やっぱりね、言葉の使い方のズレだったり言い方の違いっていうのがある程度出てくるんですよね。でそれに対して採点官っていうのは、この子が言ってることが本当に回答の要素としてなっているものとズレが出てないかなっていうのを比較検証していくわけですよ。でこれにはね、高度な読解力と裁量があるんですよ。この裁量っていうのが難しくて、なんでかっていうと、採点官の裁量に任されるからなんです。それが正しいかどうかっていうのが。だから生徒の答案をちゃんと読解できる高度な読解力を要し、ちゃんと比較検証して
まともな裁量を持ち合わせたアルバイトが1万人どこにいるのっていう、なるほど、これがまずね巷で言われてる一番の問題点ですね。結構では主観的になっちゃうってことですかね。ある程度はやっぱり採点官の主観を完全に抹殺することっていうのは難しいと思うんですけど、でもやっぱりそれがまあ適切な判断下せる人がバイトで1万人本当に大丈夫っていうことですよね。なるほどね。まあ僕らの業界でも言われますけど、採点してって基準が自分で採点しながら変わってっちゃうってことが、ね、英語の和訳とかでもあるんで、ありますよね。それは怖いですよね、入試に使われると思ったら。そうですよね、うん、はい、聞いてました聞いてました聞いてましたもう一つ、はい、これはね僕が個人的に思うことなんですけど、はい、まあ、これ言ってる人あんまりいないんですけど、でも多分僕これね一番やばいと思ってて、あの結構皆さん、え待ってよって、そんな50何万人の記述の答案データを1万人で20日間で採点するの大丈夫ってこと言われるんですけど、1万人人がいたらいろんなことがあるだろうし、それぞれ一人一人のね家庭で、でまたそのいろんなやばいやつも絶対何人か混ざってると思うんですよね、バイトテロみたいなことですけど。でそうなってくると、まあ、ちょっと僕調べてみたときに、あの人生のかかった2日間センター試験の欠席率が約 5% あるらしいんですよね、あの大学入試センターのデータ見てみると。人生がかかったその2日間ですら 5% がいろんな理由で欠席するわけですよ。ましてやバイト親でしょサボりがあったりとか、あるいは身内がその20日間の中で死にましたとか、あと一部にはほらなんか退官したおじいちゃん先生を使いますとかね、はいはいはい、おじいちゃんのだったらね、おいおいおい、勉強系おじいちゃんなんだから体育会系おじいちゃんじゃなくて、風邪ひくでしょあんな寒い時期のテスト、ね、あるいは あとはねおじいちゃんじゃなくておばあちゃんが風邪ひいて面倒見ないといけないかもしれないし、またね大好きなアイドルの、ね、生誕祭があるかもしれないし、12月20日生誕祭あるみたいですね。概要欄に載っけときますので。なんだそれ、はい、勝手に、ね、はいはい、絶対ねいろんなことが1万人も人が集まると何かしらあるんですよ、ね、サボりも含めて。でそれで20日間でしょ、まあちょっとこの1万人の中でもいろんなことが起こるんじゃないかなと。1万人の仮に 5% がじゃあ休んだとしたら500人とかでしょ、うん、採点官の方にもそういう問題が起こりうるってことですね、うん、採点ができない事情とかが起こりうること、いろんな人間がいるからね。なるほど、それは確かに怖いですね。怖いっす。あとはあの自己採点のちょっと問題があるみたいですね。あ、なんか言われますね、うん、よくね。あのね、はい、最近自己採点と学校の先生がこう照らし合わせ、生徒の答案と生徒の自己採点と学校の先生の採点を照らし合わせた一致率みたいなのがなんかニュースで出てましたけど、うん、なんかねもう50% ぐらいしかないとかもう自己採点が成り立ってないですよね自己採点の感じが違うんですよ、自己は、うん、もう自己採点になってますね、はい、そうそうそう、自己採点ずれちゃうと何が問題ですか。自己採点ずれちゃうとやっぱまあ国公立大学受験者って国公立はもう9割が記述を採用するって言ってるんですよね、はい、私立は3割型っていう、うん、9割型の国公立の子が採用するってことはいわゆる、まあ、大学にもよりますけどセンター重視の学校とかも結構あるわけですよね、はいはいはい、ってなってくると当然地方の子が多いですけど、その9大受けようと思ってたけどちょっと厳しいから鹿児島大学ぐらいにしとこうかなみたいなところも結構あるんですよね。なるほど。だからそこら辺でこう受験計画に大きなズレが出てくる可能性があるよねっていうのもよく言われることですね。そうですね、今ねセンター試験、そう自己採点で別にセンターから点数が来るわけじゃないですもんね、うん、そうなんですよ、何点でしたって、ね、だからそれが記述式だとできなくなっちゃう。どうなんですか、記述式になって発表されるとかも別にないわけ、ね、ないですよ。センターから何、うん、あなた何点でしたよとかっていうのもないわけ、ね、しかもね点数じゃなくてね、なんか謎なんだけど5段階評価らしいんですよ。へー、 A、B、C、D、E みたいな。なるほど何それみたいなB 班俺は言っていいのか悪いのかみたいなねとかあるじゃないですか。まだ基準が曖昧だったんですね。そうそう、センター何点ぐらい取れば2次もこれぐらい取ればいけそうだからちょっとチャレンジしてみるかってなるけど、うん、B って何なのってなっちゃいかねないんじゃないのって。あれ受験するんですか。受験しないですじゃあまとめると1個目が、まあ、まとめると1個目が、まあ、採点官の確保、採点官、そう採点官の確保、これ本当にできるのっていうこと、うんね、そして1万人も人が集まったらまあ何かいろいろ起きるんじゃないかなっていうこと、ここがやばいっていうところが、まあ、僕が一番思うところで、さらに細かく言うと受験生自己採点できないんじゃないのっていうところ、うん、受験計画が結構ずれちゃって浪人しなくてよかったのにすることになるかもしれないよっていうことですよね、センター重視の大学とかだと。なるほど、そういうそういった3つの問題点があるということなんですね。はい、はい、分かりました。ここからですね、早稲田工学塾から平さんにおいでいただきました。あ、そして平つながりだったんだ。そうそうだよ、気づくの遅っ、はい、はい、そして平なりの春
きです。水木遥さんでしたらじゃなくて、はい、ですでも、はい、それでさ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.